はい、どうもこんにちは、ケンユウです。本日はですね、植物ホルモンの一つであるオーキシンについて取り上げたいと思います。で、このオーキシンのですね、生理作用とか役割、そして農園芸に応用するときにどのような使われ方をしているのか、ここら辺までですね、追いかけていきたいと思います。で、僕以前ですね、このオーキシンをラジオで取り上げたことがあるんですけれども、今回ですね、めちゃくちゃ面白い本が届きました。こちらです。植物ホルモンの科学第3番ということでですね、これ最近読んだ本の中ではものすごく面白かったです。はい。で、科学書なんですけれども、非常に読みやすくで綺麗にまとめられておりました。おすすめです。で、やっぱりね、植物ホルモンの理解ってやっぱ大事なんですよ。で、この植物ホルモンの理解がなくても、もちろん植物、野菜とか果樹栽培することはできると思うんですけれども、やっぱりね、この植物がこう成長していく時の生理、内側でどのようなことが起こっているのか、この辺を理解するためには植物ホルモンのですね、理解というのは欠かせない部分があります。はい。で、この今回はオーキシンを紹介するんですけれども、実は植物ホルモンはオーキシンだけではなくてですね、例えばサイトカイニンとかですね、あとジベレリン、アブシジン酸とかですね、あとエチレン、いろいろジャスモン酸とかですね、いろいろあるんですけれども、それらをですね、ちょっと順を追って解説していきたいなと思います。はい。最近はですね、このオーキシンの作用っていうのが、非常に重要だよっていうことがかなり見直されてるなと思います。で、というのもですね、これまであまりですね、このオーキシンとか植物ホルモンの活性とか働きっていうのはよく分からなかった部分がやっぱりあるんですね。スケールがものすごく小さいので、追いかけることができなかった。そしてあと科学の発展があまりこう追いついてなかったっていうところがあるんですけれども、こう最近ではですね、液体クロマトグラフィーとかですね、従来はガスクロマトグラフィーとか使われていたんですけれども、そういったものをですね、活用することによって、具体的にこの活性がですね、定量、このオーキシンの活性がですね、うまく定量化できるということになってきておりまして、いろんなことが分かってきております。はい。非常に面白いです。人間もそうなんですけれども、食べる、食料、以外にもですね、やっぱり睡眠が大事だよとか、ホルモンバランスが大事だよとかですね、こういったことの理解を重ねていって、健全な成長があると思うんですけれども、植物も一緒です。窒素、リン酸、カリといわれる、三大栄養素、それに加えて、カルシウム、マグネシウム、いろんなものが、微量要素があるんですけれども、そういった与えるこう養分だけではなくて、この内側のですね、植物ホルモンの理解も大事です。で、植物っていうのは基本的にですね、光合成、葉っぱで光合成を行って、炭水化物、これは糖ですね、炭糖を作ります。で、根っこからですね、窒素を吸収して、この窒素と炭水化物が合成されて、いわゆるタンパク質というものになり、そして植物の自身ですね、自身の体をこう作っていくということになるんですけれども、しかしながらその過程でですね、この植物ホルモン非常に重要に関わってきております。例えば屈性とかですね、どの方向に体姿勢を曲げたらいいのか、とかですね、周りの環境を把握しながら、成長大きくなっていくと。で、ちょっとうるさいですね。はい。ちょっと窓を閉めてきました。で、植物ホルモンの理解というのは非常にやっぱり重要で、やっぱりこの植物ホルモンがあるからこそ、この屈性ですね、植物が姿勢を変えたり、さらには肺の形成とか、胃管束系の形成、その他器官ですね、花とか葉っぱとか茎、根っこ、いろんな器官をですね、形成する上で非常に重要な役割を担うということで、今回その辺をですね、深く解説していきたいと思います。はい。でそれではですね、オーキシンの生理作用役割なんですけれども、まず、オーキシンの動き、働きから確認していきたいと思います。で、オーキシンっていうのはですね、植物体内で整合性することができます。で、これはですね、これまでは形状部分でオーキシンが作られて、それが根っこの方に移動するということが従来言われていたんですけれども、これは大方正しいです。しかしながら現在はですね、いろんな箇所でオーキシンの整合性ができると、形状以外にもできると言われております。しかしながらですね、若い組織とか、新芽とか新梢、その辺でやはりたくさんオーキシンの整合性ができるということが言われております。で、このオーキシンがですね、整合性された後、極性移動とか極性輸送っていうんですけれども、これが上側から下側にですね、ある一方向に移動するということが分かっております。つまりですね、逆側に移動はしないということですね。で、これは現在ですね、現在の科学ではここら辺は結構ね、
まあ、確定的要素だと言われております。で、この蓄積ピークと書きましたけれども、オキシンのこの植物ホルモンが部分的に局所的にですね蓄積するということが起きます。でこれは植物のですね茎が誘引して曲げられていたりとかですね、その他まあ例えば傷が入ってですねこうオキシンの流れが阻害されたり、そういうことが起きます。はい。でこの蓄積によって、生理作用、というものが、生まれます。例えばですねまず、植物というのは、まあ母親のですね、受精卵、受精卵から始まって大きくなっていくんですけれども、この時からすでに、オキシンというのは深く関わっております。で、本書のですね少し、画像の方を引用させていただくんですけれども、図の 2.3 ですね、A があるんですけれども、受精卵、にですねオキシンがこう蓄積して、まあ、いろいろこう流れがあるんですけれども、ある場所に蓄積して、その蓄積したところがですね発達して子葉になり、胚軸になり、そして葉根になっていく、さらには、もうちょっと大きくなるとですね、頸長分裂組織、と言われる、まあ、いわゆる地上部の葉っぱの部分ですねのてっぺんの部分ですね、あの辺がこう徐々にこう発達していき、そこからまた、オキシンが整合性されて、根っこが、さらに伸びていく、というような、流れになっております。さらにその植物が大きくなっていく過程でこの基幹形成、というものがあるんですけれども、これは花とか葉っぱとか茎ですね、これらを、まあ、形成していく上でこのオキシンというものもオキシンというものは非常に、ね、ですねこう重要なものになるということなんですけれども、腸芽有性、という言葉ご存知でしょうか。腸芽有性、これですね、植物というのは植物というのはですね一番てっぺんの方、まあ、成長点がですね大体、まあ、イネ科とか下にあるんですけれども、その他多くの植物は成長点が上にあって、この腸がてっぺんの方がですね優先的に大きくなっていく、こういった性質があります。これがね腸が優勢、ということなんですけれども、この腸が優勢がですね、オキシンの関わりがものすごく強く関わっております。例えばゴーヤーとかもですね、こう子づるをこうふわっと生やしたい時に、このてっぺんの親づるのてっぺんをこう積んであげるとですね、こう脇芽、子づるがですねぐわっと大きくなると思うんですけれども、あれはですねオキシンの作用を止めるっていう働きによって生まれます。はい。でこの腸芽有性が崩れるとですね脇芽っていうのがどん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 成長していくんですけれども、このオキシンが、まあ、阻害されるとサイトカイニンというですね植物ホルモン、もう一個の植物ホルモンがあるんですけれども、この植物ホルモンの作用で、脇芽というところがねこうわーっと大きくなっていく、ということが現在分かっております。面白いですね。はい。でさらにこの胃管束の形成、そしてカルス形成と書きましたけれども、胃管束系というのはですね脂部とか木部とか、形成層、いわゆるそういった部分ですね、陽性分を送るバイパスとか、さらに形成層、カルスを形成するところの、組織の形成に深く関わっております。でオキシンというのはですね上から作られ整合性されて、曲線移動を兼ねて下側に行くんですけれども、例えばですねここに傷が入ると、でここに傷が入るとですね、オキシンの流れが、一度ここで蓄積します。でオキシンが蓄積されて、蓄積されたところがですね、さらに修復を開始するようになります。これですね。でこの修復を開始することによってさらにこう形成層がつながって、また、カルスの形成もできて、かさぶたができて組織がまた復活する、こういったのがですね全てオキシンの作用によるものだと言われております。はい。面白いですね。さらにですねこの屈性ですね、この屈性、光とか、重力に対して屈性する、植物は屈性するっていうことをやるんですけれども、まあ、姿勢を変えるということですね、曲がるということです。で、この屈性もですね実はオキシンの作用によるものが非常に大きいと言われております。で植物というのはですね光屈性といって、まあ、光に向かって曲がっていくという習性があります。でやっぱりこれはですね光合成をするためにですねこうたくさんこう光をですねこう体で受けないといけないので、そういった、メリットを得るために姿勢を変えます。で、この時にですね例えば、これは植物体の例えば、頂点だとすると、光がですねこの左側から当たると、そうするとですね内側のオキシンというのは下側に行くんですけれども、この下側に行く過程で、この光が当たっている反対側にこう寄ります。ブワッとこの点点点がですねオキシンなんですけれども寄ります。で、このオキシンが寄ると、ここの組織がですね成長が著しく、
成長が早くなって、ここの組織が、ここの組織が成長して長くなります。で、長くなった結果、ここの成長よりもここの成長の方が早くなって、曲がるということになります。はい大丈夫かな、曲がったかな、でちょっと、この辺の詳しい説明は本書のですね、まあ、図をですねここに貼っておくので、少し見てください。で、さらに重力屈性なんですけれども、植物っていうのは重力に対して、まあ、芽はですね逆向きに、そして根っこはですね重力に対して、まあ、その重力方向に曲がるっていうようにできております。で、これはどういう仕組みで動いてるかというと、これは根っこなんですけれども、根っこが横にある状態だと思ってください。で、根っこはですね重力に対して、重力に従ってこう曲がるっていうことがあるんですけれども、これは根っこのですね先端にコルメラ細胞、というものがあります。で、このコルメラ細胞の中に、アミロプラストと言われる、まあ、石ころみたいなものが入っているんですけれども、これがこの、コルメラ細胞の容器の中に石ころがあって、この石ころというのはですね重力方向に対して下側に落ちる、ということがあります。で、この、石ころが落ちた方向が要は重力方向なので、この方向に根っこは曲がっていく、オーキシンが堆積して曲がっていく、蓄積して曲がっていく、ということがあります。はい、で、ここら辺もですねちょっと画像を貼っておきたいと思います。で、あのこういった屈性とかですね、この肺の形成、気管の形成、胃管束系の形成、そしてカルスの形成なんですけれども、これらがですねほとんどオーキシンの作用によるものだと言われております。こういった作用がですねオーキシンの作用であるということは、まあ、現代になっては分かったんですけれども、これまであのこれがオーキシンであるかどうかは分かりませんでした。しかしながらこういった屈性とかはですね、これまで多くの権威な人たちが、まあ、実験をしていて、まあ、確かめてきたっていう歴史を積み重ねて今があるっていうことですね。このオーキシンの歴史なんですけれども、もともと1880年にですねチャールズ・ダーウィン、そして、チャールズ・ダーウィンの息子の、フランシス・ダーウィン、という2人がですねあの実験、しております。光方向に植物は体を曲げて、進んでいく、という実験をして、で 筒でですねこう植物体を覆って、である1箇所にですね穴を開けておくんですね。で、穴を開けておくとその穴から光が差すので、その光に向かって植物がこう姿勢を変えて、そこから芽が出る、という実験で、でやっぱり植物っていうのは光に向かって何かしらの作用でこう、まあ、屈性姿勢を変えてるんだなっていうことが分かった。これが1880年です。これがね、なので140年前ぐらいかな、140年前ぐらいにチャールズ・ダーウィン、およびその息子さんが、されてます。で、このダーウィンの実験からですね、140年経ったんですけれども、その中でですねこの屈性をどれだけ評価できるか、でこの屈性にどういった作用が関わっているか、こういったものを調べるためにアベナ屈曲試験、というものが、生まれました。これが1928年の出来事です。で、このアベナ屈曲試験がですね、この、まあ、オーキシンがどのくらい、作用しているのかっていうのを、まあ、いわゆる定量的に評価する、まあ試験だったんですけれども、こういう方法でやるっていうのが従来の方法でした。で、その後ですねこのオーキシンっていうのがほとんど、まあ、インドール酸酢酸、これ IAEA っていうんですけれども、こういったものによるものだっていうことが分かりました。これが1930年代から、1946年のことですね。それから2005年ですね、科学が発展しまして、いろんなことが調査できるようになりました。これはですねガスクロマトグラフィー、質量分析系と言われるものなんですけれども、こういったものでね分かるようになった。はい、でその後ですね2010年くらいにですねこうもうちょっと科学が進歩しまして、液体のクロマトグラフィーが生まれました。これはタンデム型質量分析系というんですけれども、こういったものによって、まあ、いろんなものが見えてきた。で、現在ですねこのオーキシンというものはこのインドール酸酢酸だけではなくて、まあ、たくさんのね、まあ、天然のオーキシンとか、まあ、合成のオーキシン、というのが見つかっております。で、例えばですね、本書によると、まあ、ここに、少し、科学チックなですねオーキシン貼っておくんですけれども、例えばインドール酸酢酸 IAA ですね。で、天然オーキシンだと、フェニル酢酸 PAA とかですね、そして4クロロインドール酸酢酸、とかですね見つかっております。で、合成したオーキシンもありまして、いくつか見つかっております。で、さらにはですねオーキシンを阻害する、ものも、オーキシンの作用を阻害するものも見つかっております。これはオーキシノールなどが有名なんですけれども、まあ、こういったものによって、まあ、植物ホルモンの作用をどのようにこう農園芸に生かしていくか、ここら辺がですね、まあ、現在の、まあ、
科学というか農業、というところですね。で、まあ、オーキシンというのがですね、この農園芸にどのように関わってき、ているのか、こちら少し説明していきたいと思います。で、いくつか、まあ、こうなんだろう使用例があるんですけれども、まず一つはですね、除草剤として活用できる、ということですね。除草剤、このオーキシンを使うことによって、草の、暴走ができる、ということなんですけれども、これはどういうことかというとですね、植物というのは、まあ、オーキシンを、自らの体で整合性できます。で、このオーキシンっていうのがこの植物の、例えばこう気管形成とかですね、カルスの形成、非常に重要な役割を担うので、こういった、このオーキシンの量、というものがものすごく重要です。で、これがやっぱりたくさん、与えすぎると、物理的に外部から与えすぎると植物の異常肥大とかですね、成長阻害というものが起きます。そういったものを逆に利用して除草剤として活用する、そういったことがなされております。で、ちょっと悲しいお話なんですけれども、例えばベトナム戦争でですね、枯葉作戦というのがありました。この枯葉作戦に使われたですね、除草剤は合成オーキシンだったんですけれども、この合成オーキシンを合成する製造する過程でですね、ダイオキシンがですね混入して、このダイオキシンが強い毒性を示すと。で、このダイオキシンのおかげで、こうなんだろうな、ベトナムでは、まあ、将来ですね、奇形児がたくさん生まれるということになったんですけれども、そのくらいですね、ちょっと、強い作用を持つものであるということですね。はい。で、もう一つが、クローン植物の利用なんですけれども、このクローン植物っていうのもですね、やっぱり植物増やすときにはやっぱり根っこが必要です。親となる木からですね、子供を分離させて、子供というか自分のこの体の一部を分離させて、その一部がですね、新しいこう個体になるためにはやっぱり根っこが必要なんですけれども、このオーキシンを活用することによってカルス形成、カルスの中に入っている根源器の発達、それによって根っこが発達するということですね。クローン植物のクローン植物を製造する上で必要な植物ホルモンですね。さらには生殖成長調整と書きましたけれども、これはですね、やっぱり気管形成といって、花とか、果実、そういったものを作る上でもこのオーキシンというものは非常に深く関わっているので、例えばトマトとか果菜類とかですね、そういったものによく使われていたりします。で、あと、クローン植物と、ちょっと被る部分もあるんですけれども、根っこの成長促進にこのオーキシンの効果がいいよとかですね、そういうことが言われております。はい、はい。ちょっと今回ドタバタでだったんですけれども、オーキシンの生理作用、役割、そして農園芸にどのように関わっていくの、来るのか、そういったところとですね、あと若干歴史の部分も少しお話しさせていただきました。で、次回はですね、この植物ホルモンの科学を参照に、他の植物ホルモンをちょっと取り上げていきたいなと思います。はい。何をやろうかな、まだ資料作ってないんですけれども、これから資料を作るんですけれども、植物ホルモンの作用をですね、理解するのも野菜とか果樹を作る上でですね、やっぱり面白いと思います。で、植物をこう見る目がちょっと変わるのかなと思います。はい。ということで、今回はオーキシンのお話でした。で、こちらの植物ホルモンの科学、非常に面白かったので、ぜひ、読んでいただきたいなと思います。はい。ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ、高評価ボタン、押していただけると僕のモチベーションが上がるという仕組みになっておりますので、よろしくお願いします。ということで、バイバイ。